どうもどうも、はい、皆さんによろしくお伝えください。どうも、はい、すごいよ、烏山駅前通り商店街振興組合、それの2階に皆さんお集まりなんだ。1階が、相談室なんだ。笑顔せたがいろいろね、あ、ガラスの越しに、女性がいるけれどもね、あ、相談員の方だ。はあ、どうも。2階に世田谷、笑顔世田谷というので、本当に笑顔を日本に広げよう。今の日本は笑顔少ないからね、下駄で2階に上がりますけど、あ、本当に駅の真ん前だな。はいはい、はい、いやほら、無理に作ってんじゃねえだろうな。無理に笑顔を無理にやれ、誰かやれって言われたんだろ。大丈夫かおい。大丈夫。しかしね、今の時代は確かに笑顔が少ないよ。そうですね。ねえ、いやだからあのね、特に男は少ないでしょ。男はね、確か男は出てこないよ。そうですね。ジジイは、はい。ジジイの中ね、ジャージ履いてうろうろしてたんじゃね、奥さんだって連れて歩かないよ。なあ、やっぱりチャーミングなジジイ俺作りたいんだよ。はい。あら、チャーミングなジジイが少ないなと思ったら、みんな千歳烏山に集まっちゃったのか。うますぎた。いやー、ここはさ、桑島さんというね、時々お会いするけどね、商店街理事長さん、全国のだよね。そうですね。うん、ポイントカードやなんかね、はい、始めたって、40年ぐらい前ね、有名になりましたね。ここは俺ね、汚い時から来てたんだよ。いや、踏切であったりね、それからあの向こう側では焼肉屋があってね、三橋道也さんにごちそうになったことがある。お住まいになってたから、はい、立川談志とね、キラーカーンというね、プロレスラーも一緒に行ったのよ。それ焼肉屋が、焼肉がなくなっちゃった。それキラーカーンじゃ食うよね。うん、で、あのもうありませんって。ただキラーカーンが三橋道也大好きでね、道也さんに会って緊張してたくさん食いやがる。いや、笑顔がいい皆さん。あ、ババもいるじゃない。みんな若い人だと思ったのに、ね、いや若い人が若かねえだろ。じゃあ名前言って。この武田です。いや、フルネームでいいよ。あ、武田晴美です。体悪いのかおい。いや、ちょっとね、カラセマ病院から出てきた入院中なんです。ほら見ろ、電気が切れたじゃん。誰かソケットほら背中で押すんじゃないよ本当に。はい、武田晴美さん、はい、はい、今いくつ、年ですか。うん、65です。あ、定年になってこのボランティア活動、はい、笑顔の世田谷やってるのね。はい、はい、こちら中園浩二と申します。なんかしない、すごい声だよ、いい声だよ。すごいよ、保釈中みたいな声してるよ。いくつ。65でございます。みんなそうね。はい、竹本義彦です。かっこつけんじゃないですか。普段の通りでいいよ。59です。あれまだ定年じゃないですか。まだですね。これから定年で、これから定年迎えて、みんなサラリーマン、はい、こちらもやってるのね。なんてお名前。岡田陽子です。みんなかっこつけるね。入った時とえらい違い。田島真理子です。あらまあ、今ね、誠翼さんとね電話で喋ったんだけどね、あの宝塚のね、もう大スターだよね。あなただって宝塚みたいな格好してるよ。さすが、まみちゃんお手伝い上手。いやいや、すごい、素晴らしい。分かっちゃったか。バレちゃったでしょ。マリコちゃんね。はい、はい、こちらは写真撮ってる場合じゃねえだろう。はい、石田敏夫です。はい、はい、72。年忘れた。もう受け狙って喋ってんじゃないよ。72ってすぐ72、若いよ、はい、まだ。ありがとうございます。ねえ、はい、はい、栗山晴久君。はい、いくつ。79。70。あ、俺より先輩だ。はい、松木武雄です。はい、いくつ。75です。はい、はい、堀江和子です。はい、
大橋美香です。40です。あ、そう、はい、あなたはここの会員なの？会員じゃないです。なんだよ。あ、そうだぞ、はい、で、この会長さんね、ゆりちゃんね、うん、珍しい名前だぞ。あのね、なんていうの、リアルシェルっていうのかな。新海さん、リアルだかわかんないですけどね、真というね、誠だよな、はい、真実の真にシェルの海だよね、うん、こういう名前の、なんていうの、変わってるんです。新海さんだ。新海さん、新海だね、新海だって言われてるよ。よく言われる、よく言われる。生まれはどちら？新潟県の柏崎の在でございます。あら、両館さんとこだよ。柏崎、柏崎、あ、今原発があるな。そうですね、もうすぐ隣です。そうだ、うちの生まれは10キロ。そうだろ、うん、ああね、あっちが津波の中、お里沢市のところ、お里沢市でありね、まあ佐渡城はもね、そうだな、まあ、そんな遠くはないやな、うん、だからまあ良寛さんで、はい、みんな良寛さんみたいに笑いを大事にしようというわけだよな。そうですね、苦しくても笑いちゃう。美空ひばりさん、はい、川の流れのように、はい、まずそれじゃあそれかけて。誰のリクエストこれはね、うん、この代表なんだな、理事長なの。いいや、私は広報マンです。広報マン。はい、元何やってたの？元は旅行会社にいました。あ、どこの旅行会社？阪急交通。名前言っていいんですか？いいよ。JTB です。知らないよ、知らないよ、知らないよ。あ、JTB？ 大手じゃないの。素晴らしいじゃない。今ね、中国やなんかといろいろあるから大変だ ね。大変ですね。旅行会社もね。はい。はい、それじゃあ、あのボランティア活動でやってるというね。はいよ。新海、高見さんだ。はいよ。送ってあげてちょうだい。うん、から夜10時まで年中無休で受け付けてます。10時42分、まむしさんは世田谷区南から線は 6-3-1 のダイヤ会館1巻で行われている NPO 法人笑顔世田谷にお邪魔しております。まむしさん、いや、みちおもね、はい、ゆりちゃんもこれ何やってんだかよくわかんねえだろ。なんだかわかんない。なんだ、ほら、これを説明しよう。広報マンの、はい、はい、高見さん、はい、あ、マイク持ってるよ。マイク持って、はい、勝手にじゃあ紹介させていただきます。NPO 法人笑顔世田谷は何でも相談ということで、気軽にですね、相談をしていただきたいと。中に多いのは介護だとかですね、特に力入れてますのが中高年を対象にした、退職した方とかこれから退職する方が地域に、デビューすると、そういうのをお手伝いをしております。そうです、はい、その他ですね、皆さんが受け入れられる活動としてですね、男の料理、キッチン笑顔、写真散歩、クリーン作戦のスクラム、カラセマということでですね、いろいろコミュニティ祭りとか、いろんなの受け入れ体制がございますので、中高年の方、ぜひですね、一度、笑顔世田谷に訪れていただきたいと思います。よろしくお願いします。終わった？はい、終わりました。すみません、ありがとうございました。いやいや、もう十分喋ったでしょ。はい、ね、これで OK です、ね。俺何言ってんのか全然わかんない。いや、だから、何、よろず相談で、はい、で、何年頃から始めたの？2006年。え？2006年。俺が忘れた時だよ。開業しまして、41日間入院して、はい、腸閉塞で死にはぐった年で、2006年から6年経ったわけだね、はい、で軌道に乗ってんの、ボランティアでやってるけど。おかげさまで。なんかみんな嫌そうじゃない、ボランティアで。いや、楽しいですよ。嬉しい、うん、それで何、笑顔をまずあの世田谷に広げようということでやってるわけ。あんまり世田谷っていうのは、烏山に、烏山に笑顔がいっぱいあると。何丁目、何メートルぐらい？だいたい300メートルぐらいですかね。あなたは烏山で生まれたわけじゃないんだ。そうですね、はい、いいとこだ。烏山で生まれた方いらっしゃいますか？いらっしゃいます？はい、生まれたの、どこで、はい、こちら。いや、私はあの、みんなよそ者なのか。烏山で生まれて育った方って人は少ないんだね、みんな。いないのかな。でもいい商店街だよ。あ、いらっしゃいました。だって若いよ、これ。いくつだ今。45です。45だね。だって戦争があった時はなんか知らない、来なくてね、それからあの向こうであの江戸でもっていろいろ焼けちゃったから、お寺が免疫の体育かな、それで向こう側に寺町が、はい、できて、いいとこだね。君主三門にいらずなんて書いてあって、お蕎麦屋があったり、はい、神代寺もいいけど、この寺町もいいね。お蕎麦も有名ですね。言うんだよね、いいよね。26お寺がね。それで皆さん笑いということを一つ、はい、
広めようというんでね、ゆりちゃん、はいはい、こういうとこなのよ。なるほど、みんないい顔してるよ。あ、そう、うん、あらまあ、この方がね、うん、初代の一代目の、うん、学校の笑顔世田谷をやった理事長だったんです。あ、そうなの。一言ちょっと ご苦労さん、笑いババアね。はい、多いね、皆さんたちに笑いを作りたい、うん、そりゃそうだ、ここで、ね、うん、笑いという話題だ。あの人の好きな歌、あの素晴らしい愛をもう一度用意しよう。はい、用意してちょうだい。メタボ対策でお肉の代わりに大豆を使った料理を試してみました。想像以上に美味しい料理が作れましたよ。自分に合った腹筋法が見つかりました。こんな喜びの声が番組に届いていますよ。健康な毎日を過ごすためのヒントが満載です。玉結び協会憲法健康サポートは玉結びの中で毎週月曜日の午後2時半ごろ放送中。番組のウェブサイトはひらがなで玉結び憲法で検索してみてください。玉結び協会憲法健康サポートはあなたの健康ライフを応援します。まむしさん、曲の準備できてます。はい、これは会員は何人ぐらいいるの？今120名います。あ、そんなにいるの。はい、それから下では何でも相談も受けてるよね。相談室があったじゃない、はいはい、あそこで、あなたはどういう罪を犯しましたかなんて懺悔の場でもあります。アイコンフェンスっていうんだよね。そういう映画があって、私は告白するっていうのね。だからそういう部屋があって、あそこでね、皆さん悩みがあったら来てくださいってことなんだね。はい、これは竹本義彦さん、はい、59。今仕事何やってらっしゃる？会社員。会社員。まだ会社員クビになってないんだな。あともう少しですね。はい、定年の後、はい、ボランティアで人助けね。これ誰に送るの？ろ過公園でですね、あのパークライブっていうのやってまして、うん、あの毎月1回で、そこに来られる方にぜひ、僕ともいるからね、はい、そこに来られる方にぜひ聞いてもらいたいと思います。 あ、 あなたの奥さんいるんでしょ？います。奥さんにも一言言ってあげな。愛してるよ。名前言わなきゃ。サイコさん、愛してるよ。間違いないね。はい、送ってあげる。はい、来週月曜日は新宿船町11かな、はい、山下ビル地下1階の鉄板焼きお好み焼きの夫婦亭さんから放送。ああ、月曜日ね。はいよ。いやー、もう今ね、皆さん笑ってるからね、うん、暑かったよ。そしたらね、ストーブ炊いてたんだよ。え？いやいやいや、クーラーが入ってなかったの。あ、そうね。中はあったかいよ、うん、それからね、この最初に作った長老というの、佐子さんというのね、あなたと同い年よって聞いたら、佐子さんというんだよね、うん、長老がね、うん、そしたらさ、浜野佐子さんというんだけどね、はい、いくつ、あなたと同じって言うからね、いくつって聞いたら83だって。やだよ、やだよ、俺は11年生まれだから。だから変わらないよ。せや、変わらないよ。もうじゃあ俺途端に吹けた。はい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 、だからね。あ、それからあの、なんだっけ、あの川柳やってる子、なんていう名前だっけ、川柳やってる女の子、やすみりえさん。やすみりえちゃんとこの間ね、ゆりちゃん、うんうん、会ったんだよね、うんうん、そしたらね、川柳やってる可愛い女性がいるの、うん、その子が、うん、笑顔という題で小学生に川柳を作りなさいって言ったの、うん、これがいい川柳、俺に教えてからちょっと披露するね。笑顔でね、笑顔で話す彼が好きっていうの。あ、ね、これ小学校3年か4年の子だってさ、うん、ね、笑顔でね、うん、笑顔で話す彼が好きって、うん、いいね、こういうね、川柳を作ったんだ、うん、だからね、やっぱりね、無理に笑わせちゃダメなの。やっぱり腹から面白いというか、楽しいという素敵な笑顔を作って笑いましょう。はい、そう思って今日伺ったの、はい、皆さんいい笑顔で、はい、お疲れ様でした。笑顔で笑えばいいんですね。どうもありがとう。サブさんも元気で。世田谷区南烏山の NPO 法人笑顔世田谷からお届けしました。笑顔世田谷からお届けしました。まむしさんに来てほしいと、お店とかこういう集いがございましたら、ゆいわど放送中一切費用はかかりません。お電話ください。03-3582-1111、3582-1111 までどうぞ。毒まむし三代のミュージックプレゼントでした。TBS 954情報キャスターの白井京子です。今日は京王線狭間駅南側、イトーヨーカドー八王子店3